日経新聞が大キャンンペーンを始めてます新聞 IoT 宣言ということを知ってるわけですね。例えば、あ北海道なんかは、えー、札幌で刷ったものを、えー、各地方局に、地方に持っていくわけですね。ですから、野球の試合なんかも延長戦になって、夜遅くなったやつは、もう位置づりの時には試合結果が7回ぐらいまでしか。 ついいてないわけでもそこに QR コードをつけることによって、えー、新聞が手元に行くまでに例えば優勝チームのー勝ったチームのーヒーローインタビューがそこから出てくるとかそれからあその名場面が動画で出てきたらどんなことになるでしょうかと。 私たちの QR マジックっていうのは空っぽで印刷をしといてもそこに後から動画を入れることができるわけですし、えー、チケット購入なんかもできるわけですそうすると看板広告っていうのも QR コードのついてる看板広告は少ないですけど、えー、そこに、えー QR、この QR コード見たらこんなとサービスが 受けられますよっていうのがあれば、看板広告に、えー、動画をつけることもできる、IoT 宣言、から先ほどのビジネスカード、印刷物に、えー、それをつける、からイラストマップ、私たちは電話番号 QR ってやつもありますから、例えばイラストマップの裏側にカテゴリー別に分けた泊まるところ、食べるところ、遊ぶところの屋号と、 ちょっとした説明と電話番号があれば、その電話番号を入力すれば、SNS につながることもできるわけです。当然、シールラベルにつけることもできます。ワインのシールに QR マジックをつけることによって、そのワインの醸造しているところの動画が出てきてもいいわけですね。パッケージ IoT 宣言是非 その中のコンテンツはこのブルーのところに書いてあるような通販サイトであったりランニングページであったり、えー、動画であったりというものが出てくるようなそんな場所を私たちは楽しいサロンラックカフェと呼んでおります。